それでは本日は、最速音の114ページと115ページにある、目線誘導の作り方みたいな話をしたいと思います。目線誘導の作り方っていうのは、まあ、レイアウトとって書いてありますけれど、レイアウトとね、目線誘導の作り方ね。なんだろうな、フレームに対してっていうのが実はすごく重要な要素です。フレームに対して。フレームっていうのはね、これね、今あるね。こういうものです。このフレームね。で、皆さんは、まあ、今時だったら、まあ、スマホ。スマホも実はフレームです。で、スマホだったら、まあ、こういうフレームもあるしね。で、まあ、こういうフレームも、まあ、スマホの場合だったらどっちにでもなるんですけどね。なるんですけど、最近だったらここら辺までとか、すごいかなり、全体ギリギリまで、こう、画像、まあ、映像が見える範囲っていうふうに考えた方がいいかな。で、まあ、いろんなフレームがありまして、例えば、まあ、皆さんが一番最近よく見てるので、例えば16対9、ビストサイズって言われるやつね。ちょっと今、これ正確に16対9か分かんないけど、大体こんな感じ。で、昔のね、4対3っていう時代がしばらくありました。4対3っていう比率の、こういうの。昔のなんかテレビって出てくると、なんかこんな感じで、なんかこうなってて、で、なんかこんな、こんなね、昔のテレビって、まあ、下手したらこうちょっとでかかったりして、こんな感じね。っていうようなことを。お、ちょっと光が飛んで見えない、みんな。暗くした方がいいんだっけ、これ。そう。あ、シネスコサイズね。エヴァンゲリオン9はシネスコサイズ。そうそうそう、シネスコサイズってのもある。ちょっとあれ何対何だったっけ、シネスコは。すごく細長いやつね。すごく細長いっていうフレームもあります。だから、今時だったら、必ずしも、こう、横長じゃなくて、スマホのね、みんな、どっちがこう、多く使いますか？横と縦で。なんか、日頃やっぱ持ちやすい方で言うと、やっぱり、よいしょ、こっちだったりしますかね？やっぱり案外みんな。スマホね、こっち持ちしてるんじゃないんですか？だから、なんかそのフレームの定義っていうのも多分微妙に変わるんじゃないかなと思って、時代によってとか。で、それがもちろん、まあこれから VR とか、ほら、いろんなね、2.35:1、すごいね、シネスコ、そうだな。シネスコっていうのは、シネスコ 2.35:1 らしいですよ。うん、そう、まあ、今時これからだとですよ。そう、なんかその、メガネをかけて、で、その VR じゃないけど、そういうので、こう、まあ、この先にね、映ってるように見えると。巨大なね。とかね、どんどん多分時代によってかなりこのフレームっていうのは、まあ、360度かもしれないし、360だとどうなるんだろうね。まあ、いろんな定義がちょっとずつ変わるんですけれど、おそらくこれから写真がなくなるってことは、おそらくないと思うんですよ。写真がなくなるってことはなくて、映画もなくならないと思うんですよね。ただそういう VR とか別のものは増えるけれど、どうしても物をね、物をっていうのかな。この、絵をですね、絵を切り取るっていうのかな。像というのかな。うん、絵とか、まあ、目の前にあるね、まあ、画像っていうのかな。簡単に言うとね、画像を切り取る。時に、まあ、このフレームっていうのはどうしても出てくるんですよ。で、フレームがあって、そこに何をどう配置するかっていうことが、すごく大事なんですよねっていうのは、大事っていうのは、これが要するに、絵のすべてというのかな。絵を、語る上で、この要素っていうのは本当に、まあ、避けては通れないところなんですよ。で、案外みんな、この部分が、こう、苦手というか、あんまり意識してない人多いんですよ。要するになんか、こう、綺麗な、まあこれ、まあ適当にですよ。この人間ね。人をやっぱ描こうっていう、人とか、なんか物ね。人とか物を描こうっていう気持ちばっかりで、物ね。で、その物を、例えばほら、クロッキー帳とかほら、スケッチブックとかさ、みんな開いたときに、そんなにフレームって意識しないで、なんかデッサンって言ったらこう、体は、なんかこうなってて、こうなってて、なんかこうなってんのかなとか、みんなこう練習するじゃないですか、こう。こんな感じで、とかってね。
なんか一枚一枚こう目のドアップとかこうなんかいろいろねこう絵とかこう練習してんですけど、いざ実際に何か例えばイラストを描きたい、漫画を描きたい、アニメを作りたいっていう風になった時に、なんか間抜けないなんな自分のなんかキョトンとっていうか、ね、キョトンっていうかなんかこう実際ね完成したらなんかいやようみたいなすごくつまらなく全身が入ってなんだか知らんけどこう自分がイメージした人のポーズをなんかただ書いて終わりみたいなねっていう人結構多いと思います。どういう風に配置していいかとか、もうこれね絵を描くことにいっぱいいっぱいで、他人にっていうのかね、他の人にどうそれを見せるかじゃなくて、もうただこれね僕よく言ってるんですよ、そのレイアウト意識がない人っていうのは簡単に言うとそれは、完成のなんか何らかの作品を作るっていうスタンスではなくて、簡単に言うとフレームを意識しないとお絵描きごっこになっちゃうよってことです。お絵描きフレームを意識しない、動きを意識できないアニメーターっていうのは実はお絵描きごっこになってしまう。僕はアニメーター畑っていうのかな、アニメを作る畑の人なので、すごくフレームに対しての意識って、すごく高いんですよ。例えばアニメーターにとってフレームっていうのがすごく重要です。何に重要かっていうと、動きがより良くなるためには、フレームを前提にしないと絶対うまくいきません。例えばですけれど、例えばですけど、走って手前にこう手前からインしてくるっていう絵があるんですけどね、手前からこう走ってインしてくる人で奥にこう走っていくと人がこういるとします。こんな感じで奥に、走ってったとします。トトトトトってこう奥にね、インの絵がこのポーズなのか、それとも、もっと、こう、体がはみ出てるっていうかな、こう、もっとドアップからスタートしてる絵なのか、ね。それとも、下手したらもっと横っぽい感じで入ってきたのかによって、絵の進入角とか動きのダイナミズムって全然変わるんですよ。もっとこうかもしれないし、こうなのか、どこから入るのかによって、全く動きの、要するに解釈が変わってしまうんですよ。なおかつ最初の1枚目がよくわからない、例えば髪の毛の先だけしか描いてない。なんだけど画面の外ではちゃんと動きというか絵があるんですよ。こうなんかちゃんと自分の中で納得してる、よっしゃちゃんと描いたぞっていうなんかこうありますよ。外側でこれ意味ないですからね。この髪の毛だかなんだか知らない先っちょがちょこっと入ったってこれ何の意味もないのね。そうじゃなくてちゃんとどの程度この面積がまずここに入ったのかっていうことがすごく重要になる。このぐらいなのか、最初の1枚目はこうなのか、最初の1枚目はこうなのか、それとも、まあ、いきなりここまでドンって入るとちょっとパカに見えちゃう。いきなり画面全体がバンって入るとパカっていうのはその要するにね、いきなり何もないところに、いきなりドンって入るってことはなんかフラッシュしてる、光ってるような見え方になっちゃったりして、それはそれでちょっとあまり動きとしてはよろしくないんですけど、そのように動きを作る上でこのフレームに対する発想法っていうのが実はフレームイコール動きそのものだったりするわけですよ。要するにどこで切り取るかによって全く絵が変わってしまうっていうのはアニメーションでもあるし、実はこれ漫画とかイラストとかでもおそらく応用が効く発想法だと思われます。どこでトリミングするかってことがすごく重要。トリミングっていう、あ、トリミングっていう言葉ちょっと分かんないかな。トリミングってさ、今時だったらみんな大体スマホとか持ってるよね。大体どんなスマホでもトリミング機能ってのがあるんですよ。大体どんなマーク？なんかこう、こんな、こう、いかにも切り取るよみたいな、なんかこんなマークかな？ちょっとわかんないけど。ちょっと、スマホによっていろいろだろうけど、なんかこんなようなマークの、なんか、写真とかの項目で、なんかこんなような、そう。マークのやつない？うん。うん。
なんかこんなようなマークがあると、どうだっけ、なんかこんなんだっけ、ちょっといろいろあります。多分ちょっと物によると思いますが、だいたいトリミング機能っていうのがあります。編集からトリミング。これね、めちゃくちゃ勉強になるので、皆さんやってください。皆さんやってくださいっていうのは、実はこの目線誘導とか、こういうのって別に絵を、描く必要はないっていうのかな。絵で勉強する必要もないんですよ。これ僕この前ちょっと金沢に行ってきた写真なんで、ちょうどたまたまほら、全員顔があっち向いてるから、まあこれ別にその肖像権とか傷つかないと思うんで、ちょっとこれをどうトリミングしたらいいのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。そうだな。こんな感じで、ほら、やっただけで、ちょっと絵が、締まったっていうのかな、その、引き締まったと思いませんか。例えばこうしてみましょうか。これ。ちょっと見えにくい？これ。これと、これと、これ。これと、これなんかちょっと映画的になったと思いません？これと、これ。どっちがいいですか？皆さん。どっちがいい絵と思う？こんなんでもね、勉強になるんです。ただズームしただけです。これ。そう。アニメでよくある構図だ。本当だね。うん。そう。これね、まあ、アニメ事情で言うと、足元あると、動かすときに、すごく大変なんです。で、こうすると、上半身だけちょっと動かせばいいだけになるから、途端に簡単になるんです。っていうのもあるし、実はこうすると、ちょっとこれで、ちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。こうして、ついに。これか。これちょっとズームするか。どっちにしても。何が違うのかっていうのをちょっと解説しますね。これね。これをどうトリミングするかにもよるんだよね。こんなもんかな。うん、これがいいかな。あ、これがいいかな。うん、こんなんでもいいかな。うん。と、これとこれね。これとこれね。見せたい対象がすごくはっきりしたと思いませんか？元のこちらだと、街を見せたいのか、人を見せたいのかが、なんかとても曖昧だったと思います。どういうことかというと、人のいる面積っていうのが、ちょっと色変えるか。人のいる面積っていうのが、だいたい、まあこんな感じであると。人ゾーン。で、街ゾーンってのが、こんな？まあ街ゾーンっていうのはこっちと。っていうふうに、街と、街と人のエリアっていうのが、まあ割となんだろうな、分散して見えちゃうというか、曖昧に見えちゃうっていうのかな、その、どちらにも目が行くように、両方に目が行って、優先順位が低いっていうような、見え方もあるし、僕からすると、例えば街を中心にしたいんだったら、あと人を中心にしたいんだったら、もっと人によった方が、ちょっと人中心にしてみようか、次。簡単な話です。人を中心にしたい場合は、人に、寄り添うというのかな、人をもっと中心に、逆に今度景色はあんま見せない方に行く。おっと。僕は今さっきのこのトリミングは景色、人じゃなくて景色を中心にしました。次は次は人を中心の絵にしてみます。まあ簡単ですね。人を中心にするんだから、もう人の方を、こういうふうにこうすればいいわけだ。で、むしろ街をもっと、
別にこっちだっていいわけ。アニメではあんまりやりませんけど、このぐらいかな。手前の人はこのぐらいにして、こんなもんかな。お、こうする、これでもこれもいいんだよ。どこか別に。こんな感じで、ほら、人中心にしてみました。これはこれでなんかこう、群衆っていうのが群像というのかな。としての、まあまた見栄えの、またちょっと整理された絵になったと思います。これに対してこれ。どうする？うん。これに対してこれ、ほら。ちょっと整った気しません？一気にこう引き締まった感じしません？で、もう一回ね、こういうパターンもあるし、こういうパターンもあると。みんなね、景色撮るじゃない？大体。それズームしてみてください。多分ね、安直にズームしてみてください。安直に、人が、これは人を見せたいのか、景色を見せたいのか、見せたい対象にズームして見せてください。そうすることによって、おそらくちょっと見栄えが変わると思います。そして、優先順位をはっきりさせる。で、その、じゃあどうやって勉強したらいいんですかって言ったら、簡単です。簡単ですっていうのは。試してください。いろいろ試して、こうやってグリグリやって、こうやって。今だったらこうやって iPad とか、ね、こういうなんかソフト、まあ、いろんな、アプリもあるし、こういう画像の何、合成ソフトみたいなアプリとかね、そういうので、こうやってグリ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 やってみて、ズームしてこう引いて、拡大縮小みたいな。そうすると、これとって全部多分絵の意味変わると思います。こうするとね、面白いことにこの二人、この中心にいる二人、のデートっていう絵になるよね。ほら。そんな感じしません？ちょっとどういうご関係かはし、存じ上げませんけどね。この背中の二人。こうするとこの二人がデートしてるのねっていう感じになるでしょ？だし、こっちになると、簡単に言うと、どうしたのどうしたのっていう奥を見てる人たちっていうこの手前のやっぱ三人にフォーカスがいくわけだ。その時に大事なのが、この三人を立てるんだったら、こっちの方が立つんだよ、ほら。ほら、手前の三人でしょ。この手前の三人が立つんですよ。立つってのは、目立つ。で、ここに、こういうふうに、ちょっと人が、ここの、左側の黒い、ジャケット着てる人が、ちょっとでも入ると、ほら、目障りじゃない。この三人がいきなり立たなくなる。立つって目立たなくなる。ここに人が一人入るだけで、ほら、面白くない？これだけで絵が変わるの。これとこれで全く違う絵になるってこと。これとこれで。面白くないですか？うん。そう。そうそうそう。絵だとね、なんで今写真で説明してるかっていうと、絵だとみんな絵を描くことにね、夢中になっちゃうわけ。うまい絵描こうと思っちゃうわけよ。デッサンが狂ってるなーとか、なんかその、要するにキャラ萌えじゃないけどさ、ほら。何？魅力的にキャラを描こうっていうことと構図を考えようってことを同時には人はできないんですよ。すごく連達の絵描きになってくると同時にでき始めるんだけど、皆さんみたいにまだそこまでではないっていう人にとっては、それをいきなり同時にやらない方がいい。じゃあ構図だけ勉強するんだったら、こうやって写真をこうやっていじくり回すだけで十分勉強になる。で、僕は最初にやったのはこの空とか、この僕はなんでじゃあ上にこういう風にしたかっていうと、まあこの外のね、雰囲気、この街並みをやっぱり美しく見せたい。この、あるいはこのほら、特に屋根のこのうねうねというのかな、屋根がこういろいろ複雑に変化してる具合とかが、このね、好きだなーって僕思ったわけです。このギザギザギザーっとさ。ね、こういうのね。のかっこよさっていうのかな？雰囲気の良さを中心に見せたいなって思ったら、そこをズームすればいいんですよ。こうやって、こう、ほら。まあ、ちょっとこれいけてないか。こんな感じかな。うん。でも、じゃあどこなのってあまりにもわかんなかったらこうする。だけど、ここが、こうすれば人一人もいないから、別に人一人もいない風景になるんだよ、別に。いらない。人が目障りだったら。人そのものが目障りだ。例えばちょっと静けさを表現したい。
朝の静けさはこれでは表現できないでしょ。だったらもう切っちまうっていう、こう言ってもう人がいないことにしちゃう。そうすることによって閑散としたこの街並みだけが浮き彫りになってね、こういうのもありだよね、うん、そしたらもうほらなんか朝の、これ一応朝なんですけど、朝すごく静かなそういう古い街並みっていう風になっちゃう。こうしたらあれ人いっぱいいんじゃんみたいなね。こうやっていくらでも実は絵っていうのは自分の編集、自分の意図に合わせて、ものを作り変えることができる。ものっていうのかな、意味を作り変えることができます。この写真一枚でいくらでも、そう、行動みたい。そうそう、行動というのは実はそういうふうにもできてるよね。どのように何を抽出して、同じ写真なんだけど、同じ事実なんだけど、そう、フェイクニュースだ。本当そうですよ。だから一つの、事実というのは、この一枚は変わってないのに、全く違う要素っていうのが、今みたいに、含まれるわけです。っていうのがね、この、いわゆるレイアウトの面白いところです。で、じゃあちょっと、これを、まあ今回のね、ちょっと最速本の説明って、まあそれをちょっと踏まえた上で見てください。それを踏まえないといけない。この絵ね、結構ね、みんなね、まあ似たような課題をね、このプロ養成コース僕のね、塾でやってるんですけど、なんかね、全身と勘違いする人がちょっと多いようです。人っていうと、この説明を見るとほら、この丸はね、頭の位置にこれ書いてあるんですよ。この 2番のこの緑は。ほら、頭の位置でしょ？そうじゃなくて、なんか課題今回やってもらった人を見ると、なんかこの全身として、なんか目線誘導を作ろうとすることによって、全身で考えると、頭がね、やたら上になっちゃう人とかいました。で、この給水塔っていうと、給水塔全体を配置し、人とこれをね、人と給水塔を真ん中に配置しなきゃいけないと思って、なんだかこういう配置にする人がね、多かったですね。今回のやつ見ると。そう。そうそうそう。っていう人が結構多くて、なので、もうちょっと、うん。あ、映ったでしょ？うん。人が入ると、おそらく皆さんほとんどの場合ね、人の顔に目が行くんですよ。人じゃないです。人全身になんか目が行きません。まあ、例えばその、すごい、なんだろうな、スタイルのっていうのかな。最近の人今ね、グラマラスとか俺も言わないけどね。日常的にグラマラスなんて言葉使ったことないですけど、まあその胸とかお尻とかが大きいとかね、いう女の子がいたらそういうとこに目が行くことは行くんですけれど、そうじゃなくて、そうじゃなくて、顔ね、うん。顔に基本的に目が行く。この絵だ、この人だったらこういう、この人がどこを見てるかということが気になるんですよ、実は人って。人だけど、人の目線を気にしてるんです、実は。そう。そう。全身じゃなくてね、その人がどこを見てんのってことをすごく気にするので、全身っていうことではありません。実はその人のやっぱ特に頭というふうに捉えた方がやっぱいいでしょうね、と僕は思います。で、給水塔で言えば、情報量があるのは、このね、この塔で言うと、情報量があるのは、やはり、上の部分と入り口ぐらいなんですよ。あとまあ、この角がどこにあるかっていう要素くらいしかないんですよ。で、このバッテンのこのね、よろしくないところっていうのは、これ難しいんですけど、フレームっていうのは何らかその人に何か見せるときに、求心力というのかなっていうのがあるんですよ。求心力っていうのかな。このフレームに対して、テンションが保たれてる状態っていうのは、ちょっとね、言葉で説明しにくいんですけど、なんとなくわかりますか？その、テンションが保たれてる状態。こんな絵があります。例えば、こんな感じで、端々にだけ、なんかがありますと。なんとなく間が抜けてませんか？この絵って。ちょっとその感じわかる？ちょっと分かりにくい。
同じような5つの点が仮にあったとして、まあ、これちょっといけてんな、ごめんなさい、これない方がいいな、これだとなんとなく寂しいかなって思いません？それを例えばですよ、もうちょっと中心に寄せ、物を寄せ始めると、こういう風にね、なんかこれだったらこっちよりは間抜けな感じ、ちょっとこっちに抜けてんなって思ったら、ここにこうやって足せばいいんですよ。こうやって、お、なんかこれよりもこっちの方がなんか配置が気持ちがいい気しませんか？この感じわかります？この感じわかんないと、室井さんほどの人でもレイアウトは完璧にできるとは言えないですか？レイアウト完璧ってなんだろうね、わかんない、その完璧の定義がわかんないから、わかんないな。いや、そうじゃなくて、どっちがいいっていう話です。この上と下で、なんとなく下の方がいいのはわかる、うん、そうそうそう、目の、やりどころに困るというか、目、なんだろうな。でもね、これね、どこら辺が弱いかっていうとね、この一番あのポイントね、どこら辺が弱いかっていうと、なんとなくですけれど、ここら辺がなんか空虚な感じしません？なんとなく。そういう風に見えませんか？なんとなく。で、これだと空虚なところがなんか今一つ見つけられない？うん、ここでも、ここはなんとなくやっぱ下のこの部分ってちょっと引力効いてるよなとかね。そう。そういうのちょっとね、これはね、やっぱね、ある程度ね、訓練いるの。で、この絵で言うと、このバッテン印なんでかっていうとね、やっぱりね、ここら辺に空虚な感じを僕は感じるんですよ、すごく。感じを感じる。ちょっとごめんなさい、なんか。腹痛が痛いみたいな、ちょっとね。なんか、重複してたね、今ね。ここ、ちょっと空虚に思いませんか？うん。そう。じゃあ、この空虚感をなくすためにどうしたらいいんだろうねっていう考え方なんですよ。まあ、パースが合ってるとか、この絵的にいいとか悪いとかじゃなくてね。うん。これを成立させるのはなかなか難しいな。ちょっと、やっぱりあんまり良くないね。どうしてもやっぱりこことここなんで、ちょっとやっぱ見せたいものが遠すぎる。さっき言ってたこれですよ。見せたいものがちょっと遠すぎる。で、こういうのもちょっとまあ見せ、予想としてはここなのね。どうしても僕はやはりここら辺が、中心がちょっと寂しいなっていうふうにちょっと思ってしまう。やっぱりね、この見せたい3点が離れすぎてることによって、ちょっと引力を、このフレームに対してのテンションが若干やっぱ弱まってしまっている、端に寄りすぎてしまっているというのは、皆さんが、そのスマホでも何でも写真撮るときに、例えばですよ、なんか可愛い女の子、かっこいい男の子を撮るのに、可愛い女の子、男の子を撮るのに、3人いますと。3人ね、可愛い女の子、男の子、かっこいいね、撮るときに、バラバラにさ、こんな風に撮る？男の子でもいいっすよ。ちょっと寂しくない？3人まとめたくないですか、こうやって。こうやって。ね、これしないよね、みんな、普通に考えて。じゃあみんな3人寄ってって言わない？ちょっと寂しいから3人寄ってよって。よく言われますね。じゃあ記念撮影しますって。ちょっとみんな遠いですねって。そう。かわいい男の子も撮る。だから言ったじゃん、今。かわいい男の子って、途中で。ね。まあ、それはどうでもいいです。で、こうなんだけど、次僕が問題になるのは、したいのは、こうした時に若干今までの話聞いてきた、ここら辺が寂しいと思いませんでしたか？ほら。寂しいとこ潰していくんですよ。例えばピースさせるとかして。例えばここ腕がこう上がってるとかにして。こうやっていくことによって、ほら、さっきよりも締まってきたでしょ？絵が。こうすれば、どん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 中心に目が行くでしょう。っていうふうに、こういうふうに考えるんですよね。そう、寂しいとこは埋めちゃう。その1、中心に、
なるべくだったら、やはりフレームの中心に見せたいものをやはり配置する。その1ね。その1はフレームの中心。その2、なんだ。寂しい隙間は埋めてしまう。寂しい隙間を埋めちゃえば、おのずとその内側にある部分に目線が。これすごく、まあ、ベタベタだ、ベタっていうのまあ、王道パターンの目線誘導の作り方だと思ってください。なので、例えば今このポーズをね、こういうふうにも変更できると思います。まあ、こっちの手はこのままでいいんだけど、奥の手をこんなふうにするとか、こういうのも手なんですよ。奥の手を、こうしちゃうんですよ。奥の手を。ちょっとどっち、逆向きでもいいんだけどね。こういう感じでね。こういうシルエットにしてしまう。こっちの方が多分実はより目線誘導を聞いたりします。で、なおかつ、ここは一応本当にシンプルな要素だけで攻めたいから、そういうことしてないんですけど、こういうのもありです。要するに分かりやすく言うと、雲を足しちゃう。ほら。さっき言ったでしょ？余計、寂しいところは、寂しいところは埋めちゃう。ね。木でもいいですよ。よくあんな木とかでもありですよ。うん。こうやって物を足せるっていう状況って、だからね、すごく楽なの。例えば枝とかも実は目線誘導に使う。この全身で、まず目線誘導の流れを作って、そういうページもあるよね、確かね。次のページかな？次のページ？来週、再来週あたりと説明すると思うんですけど、こうやって木を配置することによって隙間を埋める。さらにこっちずっと雲にしちゃう。なおかつ、この木の枝や葉っぱや雲のフォルム自体が目線誘導を作っていく。ね。ちょっとわかりやすくない？これだと。もっと良くなったと思います。もっとまあ、明確に目線が、ここ、目線が、まあ、ここと、中心のこの二つの要素に、目が行くようになったと思いませんか？これによってここと、まあちょっとドンと塗りすぎたね。こことここね。に目が行くんですよ。これで。ああ、そうそう、矢印なんですよ。そう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 。寂しい画面は作らないのか、寂しい画面は寂しいというような意図を持って作ります。寂しい画面ちょっと挑戦してみようか。寂しい画面の作り方ちょっとじゃあね、いくつかの要素があります。これもなんか他のページに多分ある。最速本のすごいことはね、大体説明してるんですよ、マジで。みんなちゃんと見ると、最速本のまず安定感がありそうである地面を少なくします。寂しい画面の作り方。地面が大きいと豊かに感じるの。地面が少ないと不安そうに感じます。で、なおかつ、やっぱまあ一応人でも置いときましょう。こっち見てるよ。見てる進行方向がこっちだよね。右側ですよね。右側と進行方向と逆の方にすごいスペース作るんですよ。あ、下手上手の法則で言うと、上手こっちだっけ？上手がこっちだから逆の方がいいか。逆の方がいいな。じゃあ逆見せましょうか。こうしようか。こうか。で、なおかつ、縦のオブジェクトを適当にこう配置していきます。で、縦のオブジェクトで、ある程度目線をやっぱ作るわけ。こうやってほら。こんな。そう。そうそう、カメラめっちゃ引いてるっていうので、そう。
どう？これでこのキャラに目も行くし、目も行くし、だってこのギザギザ自体でこういうふうな、ここに行ってるでしょ、目線が。ほら、この人に行ってるでしょ。しかも中心にないんだよ、キャラクターが。中心にないけど、この人に目が行くでしょ、ちゃんと。で、なおかつ、この縦にすると、寂しい感じになったでしょ。で、これが、中心にして、中心でもいいけど、進行方向を逆にして、こうするとほら、すごく元気な絵になったでしょ？元気。元気な絵は丸い絵を基調とするっていうのかな？中心にする。こう丸々にするんですよ、全部。丸々。丸くすんの全部。そうするとプリプリの元気な絵になります。元気。寂しい。面白くない？これ。で、なおかつ、見てる方向に隙間があるでしょ。見てる方向に隙間があるから、この人は余裕ってことになるんですよ。見てる方向に隙間がないから、この人は余裕がないことになるんですよ。こういうのもすごく大事なんだよ。うん。そうそうそう。っていうのも結構、大事なポイントです。これはさ、うまい絵を描こうとしてないのね。本当にその目線誘導とか、そうそう、直線的、そうそうそう。だから簡単に言うと、これがジブリ作品です。まあ、そう、そればっかじゃないですよ。これが簡単に言うと、プロダクション IG のなんかおしりさんの作品とかみたいな感じ。これは宮崎さんの作品みたいな。どっちかって。まあ、そればっかじゃないよ。ジブリ作品でも、寂しいところは実はこういう風にしてますよ。ただ、どちらかというと、広角機動隊みたいにこうビルがいっぱい並んでるやつとかさ、なんとなく、冷たそうな、硬質そうな感じしません？広角機動隊とかね。あれはなんでかというと、縦の絵が多いから。縦のライン取りが多いから。だから、元気な、楽しそうな雰囲気にするんだったら、こういう画面構成にしないというか、そのもの、画面内にあるオブジェクトはこういう雰囲気じゃないと、楽しそうに見えないんですよ。だから、やっちゃいけないのは、こういうライン取りで、そう、こういうライン取りで元気とか、元気そうじゃねえし、みたいな、そう、楽しそうじゃねえし、みたいな。楽しそうじゃないのに、この寂しそうな画面なのに、楽しいことやってると、めっちゃ違和感あって、つまんないんですよ。つか、もう見てらんないんですよ。なんかね、見るに耐えない映像になるんですよ。なんか、やってることと画面の、なんだろう、方向性が違うと、違和感を感じて、結果それはあまり見てるお客さんが、こう、すんなり入ってこないんですよ、その、まあ、違和感ありありってことです。簡単に言うと。そういうのをちょっと見比べて、見てみてください。例えば、シワのつき方がモコモコだったり、こっちだとシワのつきがギザギザしてたりするんですよね。簡単に言うと。まあ、わかりやすく言ってそうじゃない？どっちかっていうと。うん、まあ、それだけじゃないですよ。そこにいる人が、そんな簡単じゃねえよって多分怒られるので、一応ここで、僕なりの一応逃げとしては、そればっかりではないですよ。そればっかりではないっていうのは、シーンによって使い分けてますよ。ただ、大きな雰囲気としては、隣のトトロかとか、ああいう楽しそうな作品は、まあ一番分かりやすいのはパンダコパンダかな。パンダコパンダはどっちかっていうと、これ出てきますよね。うん。で、広角機動隊とかは、やっぱりこっち出てきてますよね。画面の多くが。それは多分あんまり間違いないと思うね。ジブリもいろいろあるからね。はい。それは言えると思います。で、ちょっと最後にではですね、最後にっていうか、まだまだ最後じゃないね。一応ここの説明もしとくか。これ結構難しいかな。この集中線っていうのも結構大事で、集中線っていうのはこのね、この線ですね、こういう集中線ね。集中線っていうのかな、まあ、放射線の、縦の構図のパース線なんですけど、縦パースね。うん、これが、
画面内にどちらかというと、存在すると、まあ、縦の構図になります。縦の構図っていうのは分かるかな？縦の構図。実は、これは、こう見ると、こう見るとですよ、普通に人が、普通に人が、普通に人がこういて、まあここになんかこういうふうにいて、あって、ただのフラットな画面っていうのかな、アイレベルがここで、で、こういうと見えなくもないんですよ。わかります？言ってること。天地が逆になってるだけで、天地が逆というかな、方向性が逆なだけで、こういうふうに解釈できなくなる。なんか縦パースっていうとみんなさ、頭が痛くなるっていうかさ、縦パースっていうのは縦の方向、上の上方、下方、上方下方に向かっての上下に上下に向かってのパースがつくのか、へえ、頭痛い、難しいな、それ、みたいなみんな思わない？なんとなく、アイレベル周辺のパースっていうのはみんななんとなく想像つくと思うのね、現実的にあるから。なんだけど、縦パースよくわかんないですって人は、実はこの縦も横も関係ないってことなんですよ。こうやってほら、こうやれば横パースになるし。っていう発想法も大事ですよ。うん、まあ関係ありません。どっちの方向っていうのは。縦も横も同じ。で、実は、先ほどのこの絵は、パース方向が縦パースが上、まあほぼフラットなの。ほぼフラットで、パースがほとんど、縦パースがついてませんね。うん、縦パースが ついてないっていうこと、どういうことかっていうと、やっぱり離れちゃうんですよ、こうやって。で、ここにこういうパースをつけることによって、物が中心に寄ってくんですよね。要するに、この絵に、こういうパースをつけることによって、さっきの理屈で言うと、中心に見せたいものが寄ってくるんですよ、こう。この感覚わかりますか？今、例えばこのこういう線がこう、パースが、3本のパースがあります。で、ここに点がこう3つあります。2つね。点が2つあります。で、これが、この、ここに、まあ、この線が、ね、これ、ほぼ横から見てる、真横から見てるってことなんだよね。ほぼ真横から見てるってことなんですけど、これがだんだん折れてきて、こんな感じになると、さっきやってたこの串刺しがこう来るわけじゃないですか。さっきやった串刺しがこう来るじゃないですか。そうすると、さっきのこれよりも中心に、もっと中心にしたいときは、ここになるわけだ。もっと中心したときはここになるわけ。そうすると、ここにこれが来て、ここにこれが来ると。この理屈わかる？これがだから、A, B, C としましょうか。で、これが、A, B, C ってことです。さっきやった A, B, C の縦ラインっていうのは、どんどんこう、縦パースをつけることによって、中心に寄ってくわけですよ、ものが。そうすることによって、さっき言ってた、見せたいものを中心に寄せるっていう効果が出るわけです。縦パースって実はそういうこともあるわけですよ。中心、見せたいものを一箇所に集めるという効果が、その消失点とかね、にあるというふうに、考えられます。この感覚、わかりますかね、うん、っていうのが、なんだろうな、パースが、要するに緩いっていうのかな。パースが弱いと、見せたいものを中心に寄せることができないんですよね。っていうふうに、その視点方向っていうのは結構大事です。視点方向が、横だと、とても、まあそもそもにしても、給水塔と人ってそんなにめちゃくちゃ近くにはいないわけですよね。給水塔と人、ここにあるこの図で言うと、これとこれって遠くにあるでしょ？遠くに、しかも塔はめちゃくちゃ大きいし、人は、まあ塔に比べたらすごく小さいでしょ？ね。それを同じフレーム、同じ画面の中に、うまく、さっき言ってたように、中心にこのように見せるためには、結果こんなパースになっちゃうよっていうことが、これ。この感覚わかりました？
ここにさっき言ってたこの条件下で、条件下でこれをやるためにはここら辺にいるんだよねっていう説明です。なんでかっていうと、さっき言ってたよね、このパースを越しちゃったら絶対入んないでしょ、どう考えても入んないということになります。なんでパースがもっと画面の中心に入るっていうところから、次、人の頭がこんな感じであるんだったら、この全身ってのがこうあるわけですよ。全身が大体ね。で、しかもこういうパースの、このさっき言ってたこのパース感ってのが決まったら、おのずとこの人に対してのパース感ってのももう決まってるわけじゃないですか。頭が決まって、頭に対してこういう、まあ箱で考えたとき、箱っていうのかな、棒で考えたときに、まあ頭に対して足元にまでこんな感じで、だ地面も決まる。地面も決まれば、おのずとこの建物の、入り口の付近の、まあ、形も決まると。形のかな、位置関係も決まるっていうふうに、逆算して、今度画面の外も決まり始めるわけだ。画面の内側が決まってったところで、画面の外側も決まる。っていうふうにやっていくと、これになりますよっていうことです。ちょっと難しいけど、この感覚はかなり大事。というのは、こういう書き方をしないと、どうしてもこれをうまくやっぱり配置できないんですよ。うまく人と、塔をうまく配置できないんですよ。で、これちょっと下の方に あるよね。まあ、あ、さっき、さ、まあ最初に言ってたことだね、これね。要するにちょっと、求心力が弱くなるよね。分散しちゃいましたね、目線が。っていうのは、さっき言ってた、こうするといいよと。さらに、大小の関係を入れ替えることもできます。これなんでかっていうと、ほら、みんな地球と太陽ってとんでもなく大きさ違うじゃないですか。だけど地球の方がみんなから見てでかいでしょ。まあ地球の方がみんなから見てでかいっていうのは、その、みんな地球にいますから、まあ近くにいますから、水平線の方が大きいじゃないですか。で、月と太陽って実はほぼ同じ大きさに見えるんでしょ、あれって。まあ僕そんなに詳しくないけど、それは本当に距離、相対距離によって、月の方がめちゃくちゃ、まあ太陽より小さいはずなのに、ほぼ同じに、地球から見たときに同じなのある。多分、本当に、ま、偶然相対距離的に言ってそうなんでしょ。だから相対距離っていうのは、太陽と月のサイズ、太陽と月のサイズの、比率と距離の比率が同じだってことなんじゃないのこれ。ちょっと詳しい人教えてください、後で。まあ、後でっていうか、まあ、調べてみてください。自分でね。っていう風に、いくらでも実は巨大なものだろうが小さいものだろうが、大小差って画面の中で変えられるんですよ、こういう風に。どんだけ給水塔が大きかろうが、どんだけ人が小さかろうが、人の方が画面の中で、そう、画面の中で、このように大きく描くこともできます。それそうだよね。カメラがめちゃくちゃ近くにあれば、こういうこともあり得るわけです。で、そうすると、で、なおかつ広角にしたりすると、こんな風に、今度、給水塔自体をめちゃくちゃちっちゃく、今度、することも可能だ。まあ、その時は結構、広角というか、魚眼っぽい時なんでしょうね。これなんかちょっと俺違う気がするな、これちょっと、この絵ちょっと違う気がするな、今見ると。なんか、もうちょっといっぱいいっぱいになりそうな気がするんだよね。っていうのは、結構、パースが効いた先って、割と、パースが効いたっていうのは、広角棒、広角とか魚眼、広角とか魚眼の先って結構ね、パースがね、圧縮されるんだよね。なんかこのぐらいになりそうな気がするんだよな。ああ、でもな、やっぱこの小ささにしなきゃいけないってなるとこうなっちゃうか。だとしたら、もっとここの圧縮されて見えなくなるとかじゃないかな、この上が。圧縮されると思うんですよ、この大きさだったら。かな、どうかな、なんか少なくとも上は圧縮されるかな。ちょっと違う気がするな、ちょっとこれ。上かな？上だけかな？ここだけかな？ここちょっとこう削るぐらいですかね。ちょっとだけ。まあ、本当にビビたる範囲ですけどね。そういう。そう。っていうふうに、いくらでも物を、自由に配置することができるっていうふうに、そう。
そうそうそう、月は大きいけど目の前に指持ってきたらね、指の方が大きく見えるよね。指の方が大きいわけないもんね。そうそう、それは人間の目の錯覚、ね、錯覚じゃないな。もうそう見えてるわけだから、その像がそう結んでるわけですよね。その相対距離とそのサイズとの関係でっていうやつですよ。僕のほら前々から言ってるやつですね。距離が近ければ大きいし、遠ければ小さい。そこに、パースが、パースペクティブね、代償差がつくよっていう、その代償差を使えば、自由にいくらでも配置できる。ちょっとね、この課題に関してちょっとね、さらにちょっと添削結果を交えながら説明してみたいと思います。おお、すごい説明してる人いる。地球から太陽までの距離割る太陽の直径が108で、地球から月までの距離割る月の直径も なるらしいですよ。やっぱりそうなんだ。はい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 。うん、はい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 。面白いね。ほんと偶然ですよね。いや、偶然じゃないのかもしれない。なんかを、その、距離との関係があるのかな？ちょっと秘密があるのかな？ちょっとわかんないです。ちょっと見てきますよ、これ。塾生さんのやつね。これね、どなたかのやつですけど、これの問題点は、これね。まあちょっと復習です。今日の話のおさらい。皆さんだんだん突っ込めますか？今日の話。ちょっとどこがどうま、これまずいんですか？どこがよろしくない感じする？さあ、みんな、どう自分だったら添削しますか？それは関係ないんじゃないかな。そうそう。でね、そう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 、さっき言ってたこれです。とうとう収まりのやつね、ここね。ここ結構みんなね、適当に書いちゃってる人いるんだけれど、ね。そうそうそう。こんなことじゃないんですよ。こういうことではないんですよ、これ。そういうことじゃないんだ。っていうのは、人って言って人じゃないんですよ。人の顔なんですよ、実は。うん。実はね、人の顔っていうのがポイントなんですよ。人の顔。頭。っていうのをもっと中心に寄せなきゃいけない。お、なんかいろいろバーッと出てきたね。もうちょっと顔を上に。うん。大きさが同じ間。うんうんうん。なるほど。僕がちょっと寂しいなと思ったのは、この建物の下のこの部分あたりが、なんかちょっとやっぱ寂しいっていうこと。ここら辺がちょっと寂しい。この絵が仮にですけど、こうだったら、間延び感がなくなると思いますよ。こうだったらっていうのは、ちょっと今、トリミングしますね。ほら、どうだ？ほら、間延び感なくなったでしょ？よくなったと思いません？おおってみんなちょっと褒めてよ。そう、こういうことなんですよね。わかります？要するに、見たくないものというか、余計なものを排除していくの。そう。なんかクイズみたいで面白くない？これ。トリミングクイズみたいな感じで。そうそうそう。で、僕の場合はもうちょっと、実はね、この後のページにもあるんですけど、実はね、こんな風に修正してみました。このポイントは、この奥の手も、ここに向いてんの、ほら。わかります？奥の手が、しかもこの隙間があるでしょ？これ。この隙間が大事なの。実はこれね、みんなね、なんで僕この添削で青く塗ってるかっていうと、青く塗るとなんかかっこよく見えて、なんか馬毛に見えて、なんか添削がちょっとマシに見えるっていう下心はゼロではありません。ゼロではありませんけれど、それだけではありません。それだけではありません。この隙間のデザインっていうのを、そう、隙間のデザインをしてます。隙間のデザインっていうのは、この隙間を見ただけでも、シルエットを見ただけでも、何をしてる絵なのかが分かるように描いてます。
こういうことね。こうして、これだけでも、ほら、なんか見てるように見えない？この上の丸いの。そう。ざっくりと撮ったシルエットだけでも、少なくとも何か見てるように見えない？上のものを。うん。なんだ？よいしょ。消しました。こんな感じで、ほら、見てるでしょ？で、さっきのやつをちょっともう一回見直してみますよ。こういうことなんですよ、実は。と、よいしょ。確かに、この人は、塔を見てるかもしれないけど、それ以外のものが大きいんだよね。この、やはり、こうやってほら、塗るとわかるでしょ？黒く塗ったであろう。おうおう。黒く塗った部分が、やっぱ余計じゃないですか？黒く塗った部分っていうのは、ここら辺。やっぱ余計な気しない？いらないよね、これ。やっぱここがいらないよね、極端に。うん。まあ、ここもいらない。そういう意味では、ここもいらない。そういう意味では、ここを見せたいんだけど、ここをもっと中心に寄せんだったら、やっぱ上にフレームが欲しいっていう風になると、さっきのフレームになるわけ。そう。そうそう、画面、そう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 。それでさっきの絵になったわけです。こうやって、よいしょ。ほら。なおかつ、すごく大事なんだよ。もう一回くどくど言うけど、この手。この手すごく大事ね。この手。この手。この手によって、この目線が嫌顔にも増えてるでしょ、ほら。嫌顔にも増えてるというか、嫌顔にも増してるのわかる？ほら。目線方向になんと、なんと偶然手があります。そうすることによって、この方向性がより強化されてます。それを証拠に、それを証拠に、そうじゃないパターンを書いてみましょう。削ってみましょう。あ、ちょっと弱くなったの分かる？ほら、寂しいでしょ？さっきの絵に比べたら。そう。このね、パターンはね、はっきり言ってね、嫌というほど、嫌というほど、母を訪ねて三千里じゃないな。主にハイジですね。ハイジ、ド根性ガエル、ド根性ガエルね。あと、三千里で、よくあります。で、そういう基本が、その宮崎さんとか、ド根性あれですね。カナダさんとかね。あと、まあもちろん、柴山さんね。柴山つとむさんね。で、ハイジとか三千里は宮崎さんね。柴山さんとか、そういう、まあ、主に東映動画出身の人たちとかが、あ、まあ、どうなのかな？ディズニーとかどうだったんだろうな？ちょっとわかんない。ディズニーの目線誘導はちょっとあんま研究してないかわかんないけど、少なくともど根性ハイジ三千里に関しては、この手法めちゃめちゃ使われてます。この手を使ったりとか、あるいは他のオブジェクトを使って中心、わかりやすく矢印にするんですよ、体を。これ要するに、全身で矢印作ってんのと同じなんだよね、これね。全身で矢印な感じするでしょ、こうするところ。全身で矢印っていうのをもう全身でやると。これがもう目線誘導の一番作りやすい方法です。なおかつ、この隙間によってなんとなく、この煽り感もよく、そう、煽り感もよく出るし、それによって、この給水塔のやっぱり巨大感とか煽り感もやっぱり出てると思います。これだけでなんか見えるでしょ。こう。そう。そう。これは煽ってる感じがやっぱちょっと弱いんだよね。手が、
だからこれも、安直な話が、テープをするだけで、ほら、ちょっと良くなったと思いますよ。そう。ちょっと良くなったと思わない？しかも煽り感もちょっと増えた。こういう結構ちょっとしたところで、でね、みんな、やっぱり上手い絵とか、デッサンの、整合性の取れてる絵とか、なんだっけ、なんか上手い絵描こうとすんだよ、みんなね。いや、上手い絵は、何なのっていうと、やっぱり目線誘導がはっきりしてる絵、目線誘導が分かりやすい絵、どういう風に見たらいいのか分かりやすい絵っていうのって、みんなが今考えてるような、なんか手の指がちゃんと描けてるとか、なんかちゃんとこう、なんかディテールがしっかり描けてるとかじゃないレベルで、このぐらいざっくりとした、そう、このぐらいじゃ、ディズニーは？あ、それね、最近の話ごめんね、それね。それ当たり前ですか。最近のね、ピクサー、ディズニーやってる、やってないわけないでしょ、そんなもん。そんな当然やってます。で、昔のディズニーの、作品はどの程度まで目線誘導を意識してたか。さっきのね、柔らかそうに見える、硬そうに見える、寂しそうに見える、楽しそうに見えるっていうのはもうね、やってんですよ、ディズニーって。もう当時の、1940年、50年前後ぐらいは絶対やってる。もう記憶にあるから、それが。で、視線誘導の前身でそういう視線誘導はね、ちょっとね、俺、あんまりページで見たことないんでね、俺の勉強不足かもしれないけど。最近の作品は絶対やってます、それ。うん。てか、そういうことを、レイアウトしながらやるね。で、っていうふうに、みんなが考えてることと違う、みんなが思ってることと違うところに、実は絵の上手い、下手っていうのが実はあるんですよ。そう。ここでもシルエットが物を言うというのは模写だけじゃないのね。いや、模写の時にそれを意識しなきゃいけないんで。模写をする時に、むしろ最速で模写する時にはシルエットをちゃんと描いた上で中身を、時間があればちょっとずつ入れる。っていう模写の仕方をした方が、要素としてはいいと思います。ちょっと他のも見て、これは見たやつか。まあそういう意味ではこういうのもわかるよね。こういうのもだんだん分かってきたでしょ。こういうのはね、やっぱ上の、空間が足りないんですよ。上の空間っていうのは。みんなね、あとこれ、あ、これ最後、ごめんなさい、最後に言うね。紙全体で見ちゃう場合あるよ。これは、ちょっと最後の、じゃあ、今日の最後の注意点です。絵を紙全体で見るな。これね、ほんとアニメーターとかめちゃくちゃあります。これね、新人ゲームがまあよくあるんだよ。なんでこれ、あえてこのフレームありの、課題を出してるかというとですね、映ってるとこ当たり前だけど、ここですよ。この太いこの部分ですよ。なんだけど、作業中にどうしても画面をこう見てるから、なんか、ここ全体をでの収まり感っていうのを意識しちゃうわけですよ、みんな。そうすると、ここ全体で言うとそんなにこの絵悪くない気がするの。なんだけど、さっき言ってた内側で考えると、ちょっとやっぱ今一つ窮屈なというか、目線誘導的にちょっといけてない気がするよね。このフレームで見た時にちょっといけてない。ちょっとよろしくない。なんだけど、全体で見た時にはなんだか割といい気がする。ほら、そんな気しません？そういうところが結構みんなね、要するにフレームの際が甘いっていうのかな。フレーム際の発想が甘い。これはあんま良くないところとしては、こういうところにキレッキレにしちゃうのも良くないの。この、いわゆる、こういうギリギリに、フレームギリギリに物を配置するのはあんま良くない。やるんだったらもう切っちゃう。か、全然もう足りないように出しちゃうか。すごくね、目に触るんですよ、こういうね。こういう部分、こういう部分のここ。これすごくダメ。あとここも良くない。実はね。こういうとこ気にした方がいいところ。ここ。この肩のこの線が、フレームのこの角っこに、角っこって、ね、こういうところの、に、ほら、クロスしてるの分かります？だから僕のやつほら、逃げてんの、ちゃんとこうやって、ほら。ここで逃げてるでしょ、これ。分かる？逃げてるっていうのちょっとずらしてるってことね。ここすごく大事なんですよ、こういうところ。こういうとこに、ごめん、危ないよ、俺。自分のがこれクロスしてたらどうしようってちょっとね、心配してたんで、今。やべえ、俺の添削、もしかしてこうなってたらどうしようってちょっとヒヤヒヤしながら、今ね、説明してると、
ま、こんなんなんか今日どう話するかなんて考えてないんだからね、これ望むときにね。おー、よかった、乗ってなかった、俺の。ここ、こういうことです、こういうこと、こういうこと。そう。こういうところすごくこだわんないと、実はフレームの際が弱いっていう、いうことなんですよ。そう。お、今書いてるが、こうなってたから速攻直した。すごいいい活用法ですね、この放送の。うん、やばいやばい、危なかったですね。でね、まあ、技術的なことというか、絵の 見え方っていうのかな、で言うと、まあ、目線を作るためには、もうちょっと耳を下にしようね、とか、そういうディテールの話なんですよ、実はそれね。どうしてもみんな、この髪の毛の流れか、とか、このキャラクターの見栄えが、とか、この服のシワが、とか考えちゃうんだけど、そうじゃなくて、まあ、それも大事なんですよ。それも大事なんですけど、そうじゃなくて、こういうところの、フレーム際、フレーム際の攻防というのかなっていうのが結構ね、最終的な見栄えを左右するんですよ。そこがどうしても抜け感じゃないんだよ。絵の意味が変わっちゃうんですよ。絵の意味が、ここで切るんだったらそれはそれでどういうものなのかっていうのもわかるし、そこにやたらと目がいっちゃったりするの分かりますか？気になっちゃうの、このクロスして、したりすると。不要なとこじゃないですか。この端に目が行くべきじゃないでしょ？どっちかっていうと中心に見せたいのに。例えばこれをこういうふうにして、これを、例えばもっと分かりやすく中心にピタッとした場合、なんとなく気になりませんか？ここ、ほら、引いたときにっていうか、フレームで見たとき。嫌に気になりません？嫌にっていうのはやけに。変に。不要に。ほら、こういうふうにしたとき、ほら。なんか嫌にちょっと目が行きません？そこに。変にというのかな、不要に。ほら、わかる？その感覚。あと良くないのがフレーム際で言うとね、まあフレーム際あるあるで言うと、まあこういうのが本当に基本中ね、首切りってやつね、首でいきなり首ちょんぱね、首でこう、こういうのよろしくないやつね。フレームに対して、こういうやつね。これ良くないやつ。で、なおかつ、この下で鎧が、なんか あるらしいんで、なんかこんなになってるとかね。これよくわかんないでしょ。もうなんか下ではこれ鎧なんですよとか言っても、ここさらにこう出てきたらこれ何なのみたいな。で、これも何なのってわけわかんないみたいな。なっちゃう。っていうふうにフレームをどこで切るかによって、だったら鎧見せ、ちゃんと鎧ですよっていうのが分かるんだったら、少なくとも肩からこのぐらいまではやっぱ見せないと、でなおかつ鎧がこうなってんのねっていうところまでここ見せないと、これが何なのか分かんないとかね。っていうことはよく、ある大事なポイントっていうのかな。いきなり不意に髪の毛があるとか、いきなり消えたと思ったらなんかこっから出てるとか、そういうことが平気で起きちゃうわけ。フレームの際っていうのは。なので、実際にどう見えるかっていうのを、みんなだったら、例えば手を当てるとか、あとアニメーターがよくやってるのは、こういう黒いフレームを、1枚作っとくんですよ。あるいはそういう、なんだ、レイヤー、こういう、いわゆるフレームレイヤーを作って、フレームレイヤーを作って、その完成形の絵を見ながら、ちゃんとその完成の見栄えを意識した上で下書きをする。あるいはその絵を構築していく。っていうのを、何？三角形空間がとても気になります。狙ってそれをやるのも選択肢。いや、よくわかんない。うん。抜け感って言うんじゃないんだな。抜け感ではない。そこにやけに目が行くってことですね。うん、とか、それによって余計なところに、そうだね、目線が行ってしまうとかね。うん。そんな感じでした。
難しいからね、皆さん、この、目線誘導は難しいんだけど、かなり絵の見栄えを左右するすごく大事な要素だと思うので、今日話してたようなことを意識しながら、まずはまあ、ちょっと直感的に、ズームをかけてみるっていうのは一つ、写真に関してはあり。で、おそらく、絵に関しても大概の人は、おそらく、ちょっと引き気味に描いてしまう。引き気味にね、描いてしまう。じゃあちょっと今日の話、ちょっと軽くおさらいしましょうか。軽くおさらいね。ちょっと、いや、おさらいいつもしないからね。大事なのでおさらいしますよ。1、なんでもいいけど、ズームしろ。2、見せたいものは中心に。3、フレーム、際かな、うん、をこだわる。がどこなのか。ってことですかね。うん、そう。ああ、ジャック・ハムのね、風景画の描き方はね、すごくそういうのね、考えられてます。目線誘導の作り方をすごく狙ってか、説明されてるので、僕が知ってる中で、アニメ飼育の最速の本以外で、目線誘導に関して言及してる、なんだろう、絵の描き方の本って、ジャック・ハムの風景画の描き方以外は俺見たことないんですよ。そう。写真の構図法とかになりますかね、あとは。結構おすすめなの。写真の構図法のね、結構本も出てるし、サイトもあります。そういう写真構図法で検索すると多分結構出てきます。だからどういう風に配置するとこう見える、ああ見えるって。で、それは結構、まあほとんど、まあ写真も絵も同じですから。そう。カメラで撮ったものが写真で、手で描いたものが絵だから、基本的にほぼ同じもんだと思ってください。って考えたら、そう。すごく大事。難しいっていうのはなんで難しいかって言うとみんなにとって。考えたことないからあんまり。大体絵を描く人ってあんまり考えないので、写真を撮るタイプの人とかは、こういうの多分得意だと思う。だから、安直に目線誘導とか、こういうフレームが上手くなりたい人は、簡単に言うと、スマホでいっぱい写真撮って、さっきみたいにズームかけて研究してみよう。そう、それだけで勉強になるから。うん。そう。それだけでかなり、違うと思います。では皆さんやってみてください。お疲れ様でした。